スタートしましたまずは13番アメリカンマーチ好スタートを切って芝からダートに移るところ2番手以降横一線で1番ギルティプレジャーバグンの中からは3番ターンソールあとは5番のドゥータップそして前から5投目には6番ビーコングが行って並んで7番私だけど何か一馬進行方4番スターチスブーケイバ進ン後方に8番リオン・ラファール外は並んで11番クイーン・アポーン後方には2番ザウリ 後方に10番アメリカンチーフ3コーナー回っていってあとは12番名将ヤーキス最後方には9番ルールシェーバー6 0 0ルは34秒5の通過3コーナーから4コーナー前は13番アメリカンマーチリードはほとんどなくなって2番手は5番のドゥータップほとんど2頭並んでさあ残り4 0 0ー、4コーナーから直線へ3番手はうち3番ターンソール並んで6番ビーコング4番手さあ直線の攻防外からは 4番スターチスブーケ前は200を切って13番アメリカンマーチ頑張っていますがかわして5番ドゥータップ先頭に変わった3番手は離れて2番ザウリ4番手は4番スターチスブーケ前は抜けた5番ドゥータップ2馬身突き放して完勝合理2着は13番アメリカンマーチ3着2番ザウリの順です